でもこの書いてもらったことを言っていただいてもいいし、はい、思いついたこと言っていただいてもいいし、わかりました、いいください、はい、よし、じゃあ行きましょう、はい、はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした、ありがとうございます、はい、先ほどね、はい、終わりまして、いろいろアンケート書いていただいたんで、はい、いくつか質問させてください、はいはい、お名前を教えてください、田辺と申します、はい、ありがとうございます、はい、年齢を教えてください、34です、はい、ありがとうございます、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください、5ヶ月半です、ワイヤーでね、ワイヤーで、はい、上をやってましたよね、はい、でそもそも上をねこう部分矯正したいなとかしよっかなと思ったきっかけを教えてください、一番は、うん、やっぱりずっと昔から前歯2本が、うん、コンプレックスだったので、うんうん、こう写真の時に笑顔で、うん、あ、全開で笑えないっていうか、笑うのをためらってしまうような感じで過ごしててみたいな、そうですね、はい、でそれが積み重なって、はい、もうやるかやるかっていうふうな決断をしました、はい、一番最初になんか気になり始めたのっていつなんですか、本当に気になったのは、うん、小学校とか中学校ですね、はい、なんか気になるきっかけってなんか言われてとか、そうですね、あの友達がね、あれ前歯どうしたのみたいな、こう僕野球をやってたので、ボールとか顔面ぶつかった時とかあるんですけど、そういう時に、あ、なんか血出てますね、プラスアルファ、あれ歯どうしたのみたいなことがあって、これは僕前から自分知ってたので、いやっていう感じで、うん、なんか別に歯並びだよとも言わずに、うん、あ、大丈夫大丈夫みたいな感じで、うん、そういうのがちょっと嫌でしたね、あ、なるほど、でそこから気になり始めて、はい、なんか写真撮るときとか、はい、それ気になるし、対面とかどうでした、なんか話してるとき気になるなみたいな、あ、気になるのありました、うん、僕左から見ると普通に当時は見えるんですけど、右から見ると、はい、あ、ひねってるなっていうのがよく見えてたので、なんかこう人と話すときはこういうこっち側から見られてもいいように、なんかそういう無意識な意識しやっちゃいまってました、長年、はい、極力左から見られるように、左で対峙するような感じになっちゃってた、はい、なるほどですね、はい、でいざこうなんだろう、やっぱりやるかみたいになったのはなんかきっかけみたいなのあるんですか、一番は、うん、こちらに来て、あ、お値段がまず他のさんと比べて安いなっていうのが一つと、うん、あとは先生とお会いしてこうカウンセリングしてくださって、うん、なんていうんですかね、それが大きかったですね、はい、ああ、なるほど、はい、そうかそうか、なんかこう、はい、やろうと思って調べ始めて、はい、相談は何箇所か行かれたりしたんですか、でも結局、うん、なんか行かなかったです。先生が、いろんなとこ回って結局最後うちに来るんだよねっていうのも当時おっしゃってたので、まあ僕ここで決めようって思ってたんですけど、まあ、さっきちょっとこう、自分でお金の方のところもいろいろあったので、貯めてすっきりした状態で、来て、で、やっぱり、あと、ごめんなさい、追加で言うと、やっぱり皆さんの、うんうん、今までやった人たちの、なんか、はい、アンケートというか、はい、やってどうだったかみたいな声ですよね。そうですね。それを拝見して、はい。見てやろうかな、みたいな。そうですね。はい。最初は、一回いらしていただいて、はい、お話しして、はい、ちょっと考えますで、半年ちょっとぐらい、時間空いて、はい、もう一回連絡いただいて、やっぱ強制やろうかな、みたいな感じでね。はい、そうです。スタートしたみたいな感じですよね。はい。で、じゃあうちでやろうと思った決め手としては、はい、初回できた時のなんかお話で、別にそんな不快なこともなかった。なかったです。はい。で、あとは今までやった旗タッチのなんか、はい。コメントを見て、なるほど、はい、あとは費用的にも、まあ、全体矯正とかに比べると、まあ、手が出しやすい、そうですね、はい、全体矯正はこうなんか頭になかったのか、選択肢として、ああ、
僕結構ケチなとこもあって、なんか直せる部分直せばいいやみたいな、自分が最低限っていうのは思いました。ただこうやっていく中で全体矯正でなければ、こういう、あ、部分矯正じゃなくて全体の方がこういう部分はいいよっていうのも説明してくださったりしたので、そうですね、あ、そうなんだなとかは途中では思いました。まあ、それぞれのメリットデメリットありますからね。はい、でも一応総合的に考えて、はい、じゃあ部分でやろうみたいな、部分でやろうと決めていかないと決めました。はい、それでまあスタートした。そうです。で、実際スタートする前に不安だったことって何か覚えてます？はい、あ、まずは完成形ですよね、自分の理想、はい、になるかどうかっていう、はい、あ、なるほどですね。あとは何かそれぐらいですか？それぐらいですね、一番、はい、思ったのは、はい、実際終わってみて、はい、どうでしたか？いや、さっきやっぱり鏡見て、はい、このやっぱ並んできてても、うん、残り終わり2ヶ月3ヶ月の並んでるんですけど、うん、ワイヤーがついた状態なので、なるほど、どうなんだろうみたいな、なるほど、外した時の感じでどうなんだろうっていうのがあったけれども、はい、外してみたら、外して、ほんとついさっき見て、うん、もうものすごくこう綺麗だし、あとこう磨いてくださいって、こんなツルツルなんだとか、うん、なんかすごく、ああやってよかったって思いました。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、ちょっと質問かぶるんですけどね、前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並び、はい、どういう風に変わりましたかっていう質問なんですけど、はい、まあ、最初真ん中がね、こう、内側にこうひねり込むような感じで、はい、ちょっと右がやや っぽくなってたのかな、はい、ってなってたんですけど、今はちょっと並びましたね。そうですね、まっすぐになってるし、右もその先生に言われて、うん、この右の刃はちょっと難しいかなっていうのを最初に言われてて、うん、まあ右の刃なんか自分いいだろうとか思ってたんですけど、やればやるほど欲も出てきて、収まればいいみたいな気持ちにもなってきて、でもそれが終わる時はもう本当に収まる時ぐらいまで動いてたので、まあ、余計に嬉しかったです。あ、そうですか。はい。じゃあちょっと満足していただきましたか？満足ですね、大満足です。はい。じゃあ前歯の部分矯正をやる前とやった後で、はい、気持ちの変化とか生活の変化どうですかね。はい、前こうだったけど今こうだなみたいな。なんか本当に今ちょうどコロナ禍もあるんで、うん、マスクの時もちょうどいいなとは思ってたんですけど、はい、本当にコロナ終わってほしいなとか、うんうん、まあ別にこう普段の、うん、友達と対面で会う時とかも本当に。自分に自信を持って笑顔を出せるなとかっていうところは非常に良かったなと思います。はい、じゃあ対面のストレスとか、はい、まあ、写真のストレスが減ったみたいな。そうですね、気持ちよく写真に写りたいとか、うん、はい、対面時も、うん、マスク取っても怖くない、怖くない , 笑えるみたいな、これ一番嬉しいです。はい、じゃあ気持ちも前向きになって、はい、いい変化ですかね。そうですね、本当に内面がよく変わるんじゃないかって言いますけど、うん、こうやっぱり見た目整えることでこんなにも、うん、はい、変わるとは思いませんでした。はい、ありがとうございます。はい、笑顔で堂々と写真にする、自分に自信が持てる、はい、ですありがとうございます。じゃあ前歯の部分矯正やりたいんだけどまだやってない方、はい、あの調べてる段階の方、はい、どうしようかなっていう方に何かメッセージというかアドバイスをお願いしたいんですけども。はい、そうですね、一番はやっぱり一回、まあ、本当にまさに院長先生にお会いして、うん、自分の不安点をもう何でも話して方がいいなっていうのはやっぱ思います。僕もお会いして、なんだろう、こんな質問しちゃいけないのかなとか、うん、専門性もないけど、なんかとりあえず、どういうことなんだろうとか、うん、そういう質問結構させてもらったんですね。うん、それでそれに対しても本当にこう、あ、そうなんだって納得いただけるお話をしてくださって、うん、別にでもここはリスクとして引っ込まない可能性はあるよとか、うん、っていう部分もしっかりこうメリットデメリット言ってくださるので、うん、だからこう納得してやれたので、うん、まずはこう話を一回聞いてみて。っていうのは本当にしていただきたいなとは思いました。で やってよかったとは必ず多分思うんだろうなと思いました、皆さん。はい、はい、新規
親切でした。親切でしたか。親切でした。親切はい。じゃあ迷ってるんだったら、じゃあなんか相談とかね、はめたらいいんじゃないかっていう感じですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に、あの前歯の部分矯正、上をね、5ヶ月半ぐらい動かしてましたけれども、はいはい、振り返ってみて、はい、前歯の部分矯正は、はい、やってよかったですか？はい、よかったです。よかったですか？はい、ありました。質問以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。